はい、ご視聴ありがとうございます。ハイライトプロズの津村です。ハッピー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 ここに何を求めてるのかはよくわからなかったけどはい、というわけで今日はハッピーの化身トモハルさんと宣伝の化身津村でお送りしていきたいと思いますが、はい、ハッピーはい、ちょっと2週間前の放送でちょっと大久保君に僕が生意気な口を聞いたために僕はちょっと3週連続で登場することになったんですけど、友達さんは何ひたすら書き続けてるんですけど、はい、いよいよね本日ラブニカのギルドの発売日ということで、今週も先週に引き続き、ハレリアウェイファインダーの中から、2つデッキをピックアップして対戦していきたいと思います。はい、今週はですねハレリアアックスとハレリアソウルという2つのチームが発表されて、それに伴いまして BC 担当がすごい豪華絢爛なメンバーがハッピーハッピーはい、何か来ましたハッピーハッピーあ、僕がよくハッピーラブニカのギルドがハッピーすぎてハッピーすぎてからのハッピーそう、来た。ハッピーしか言えなくなった。ハッピーハッピーこれちょっと試合中の意思疎通もなかなかにこんなんがあった。直ったね、ハレリアックスね。はい、そうです一緒に頑張りたいね。ようやくそんなことで、はい、今年はチームシリーズも含めて頑張っていきたいと思いますけど、じゃあ早速対戦の方に移りたいと思うんですが、今日行っちゃいましょう。はい、はい、使用するデッキは新しくハレリアプロに入ったケルビン・チュー選手が作ったリミア・ミッドレンジ。僕が使用するのも、新しくプロに昇格したですね、ホークスから昇格したブランコ・ネランス選手が作った、青赤スペル・アグロ使用していきたいと思います。はい、じゃあ対戦の方を移りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ先手でダイスで。はい。絶対画面に入ってくる。6。いただきましたか。7。じゃあ先手でいただきます。はい、先手津村。ちょっと新カードないのが残念ですけど、まあバランスよく動けるのでキープ。まあなんか普通っぽいですね。やります。お願いします。お願いします。犬まで終わりです。蒸気口たっぷり終わり。島で終わりです。新しい蒸気口、なんか蒸気口っぽくないけど何があったんだろうな、あれ。確かに何も映ってないって評判の、ね、青黒。青黒、はい、岩の時を置きます。蒸気口が島でも山でもあるんで、あ、たっぷり。はい、行ってみます。はい、ゴブリンデミージ大炎上です。終わりです。天の前送信。金色こうする。金色通せる。じゃなければ。あー、伝説じゃないです。終わりです。よし、どうぞ。しまう。はい、まあでも唱えていかないとね、何もないからね、まだね。今な、中。中略 ?X2。しくったぁ。マナ置いとけばよかった。これ、先制攻撃。ちょっとワンドロー。動画欲しい。おい。狂気ドロー。いやー、なんか強げで、締めたらタップインで、アタック通るとすごい。そうです、3枚そう。戦闘ダメージを取ると1枚だけ追放して、あのゴンティとして、で、残りは持ちない。マイターンゴンティ。そうです、3枚だけど、マイターンゴンティ。これ取り始めたらもうすごい。マスト除去だな、まさにね。ドローします。死なないで。
死なないと困っちゃうの、まあ、とりあえずトランプ、はい、ゾロはい、稲妻の一撃ザック2点、攻撃を置いて終わりです。どうもします。人質、うわぁ人質即答ない、即答ない派のもうペースとかマジかいや2点あぁ、これはい、はい、じゃあ18、18そう、終わりです。ドロえ、すごい青黒のマルチでさ、なんかそうっすね、スター揃っちゃった感あるじゃん、出会っちゃったみたいな、まだまだこれな、とりあえずまあそれっぽいクリーチャーを並べていきます。これ再6とね、これ全く新しいカード、両方インスタントソーサリーと相性がいいっていうね、青赤の仲間たち終わりです。コモンなんねえわっつってな。おお、え、来ちゃいましたよ、マジすごいやつが破滅を欺く。なんかデッキ強そうじゃない？何これいいカードしか入ってないじゃん。お前66飛行トランプル2点低調、ちょっと待って、環境序盤だからもっと穏やかに遊んだ方がいいじゃん。参考にな、参考にならないレアカードばっかだしさ、強いよ、デメリットないもんね。まあ、まあ、単除去で一応死にますぐらいだけど、なんかそれはね、クリーチャーであるよ。アグロ相手には能力そう、そんなに強い、まあでもサイズがいいんで、さすがに強いね。強いね。アグロも別にストップするやろ、66でね。そうですね。小柄な竜走者が3回スペル止まらないと相手ない。そう。どういうこと、ね、なんだこれ。ドロー。ちょっと倒せない。あ、わかんない。バウンスどこーバウンス。ちょっと待って、でも、蒸気口とかやつ。そこ行って。終わりです。どうもしよう。まあでも、電話を殴ってきたら、流走者が化けて出る可能性あるからね。化けて殴っていく可能性ある。はい。はい。お構いなしってことね。はい。おり。はい。頼む。ドローします。はい。来たかも。とりあえずもう、シュッってやって。ウィザードいたんで。流走者もウィザードなんだね、新しい。サイロクのこいつもウィザードで、1番で3点。で、これ、乗った、プラス2。はい。これもじゃあ、カウンターで、1回で、で、死んでました。あ、ごめんなさい、違うカードだった。そう、プラ1、プラ0が、まあ似たような。はい、はい、はい、トランプルで、プラ1、プラ0。そっか。ソフトな感じだ、こいつの。そう、ソフトバージョン。ちっちゃい。こうなし、トランプルある。で、キテューの溶岩走り総員攻撃こうブロックして、はい、こいつにブロックこいつすごすぎますよね。これがね、ちょっと苦しい着方なんですけど、まあ枚数的には十分なのでやります。はい、こっち後手で、まあ、ちゃんと序盤から動けるし、こいつも控えてるんでキープしたいと思います。はい、お願いします。はい、日本の滝カフェイン、終わり。はい、今までは終わりです。この直行直行、これいいぞ、今回奔走する蒸気族出ましたかな。2マナー11でね、赤の呪文を唱えるたび強くプラス1カウンターが3個未満だったら1個乗る、まあ、4-4までなるってことだね。そう、2マナーで、うん、で、カウンター3つ取り除くと赤マナー3つ悪さできそうだね。そうですね、下の環境でいろいろ起こるかもしれない。よし、じゃあ終わりです。はい、除去られないことを願う。そっか、危険なのね。あ、最後の一押しないのいいねと思ったら似たようなの出てきたね。死の1マナマイナス2、死の思う。結局1マナでやられはしたかな。まあ、ただインスタントとソーサリーに違いがあるから、だいぶ違うね。マナナが余ったりしやすいです。しかも、全然書いてある効果も違う。
ソーサリーだし範囲がだいぶちっちゃい。よし、行くぞ。4の滝を置いて、はい、突破。はい、ドロー行くぞ。溶岩橋セイレーンの話終わりです。殴れない。はい、でなんかちょっとあれだね、このメイン、不自然っちゃ不自然だな。そのメインに入ったら2枚とかか。でも3枚来たんですよ。そんなね、受け広いカードではないよね。なんかそうですね、ケルビン中はこう新環境、やっぱボロスとかアグロが強いって見据えて、その構築までもう大真面目、うん、大真面目みたいな可能性が高いケルビン真面目だからね、いつまじ真面目なんだよ、彼は。いや、俺まだ全然喋ったことない。全然なんかふざけてはしゃいだりとかしない、なんか超真面目。ジョーク一回も聞いたことない。常に真面目。寡黙なイメージ。喋るんだけど普通にその淡々としてるっていうか。これもうなんか行くしかないかっていうのを溶岩橋。行くよ。四ターン目。本体本体ちょっと自由な。これ打たないと速攻がね。こっちにね。二枚インスタントソーリーないし、これ打つことで逆に言えば。1、2、3点プラスになるから1マナ5点だと考えてもいきます。えっ、なんだって、なんだよ、なんだよそれ。何、共感、強調艦隊の毒殺士。ああね、22瞬速接死で、あ、ね、まあ、攻撃中の海賊をパンチしたりもできるんですけど、今回それは強いね。そう、強いね。まあ相打ちですけど、はい、1体 OK です。で、2点2マナでね、殴れる除去って考えたらめっちゃ強いよね。テラです。新幹線あんまりいないのかな、イメージ。今んとこあんま見てない。オレリアぐらい、オレリア。ああ、そうか、オレリアだけはちょっとベーカーで。あと、あの、高城ボロス何でしたっけ、36の3マナ2のレオニンのレギオン、空軍団レギオン。そんな感じで3マナ2に飛行の効果、あいつはフェニックスっぽい、使われるかもしれない。使わないのかな。使ってプロツアー優勝したことはある。確かに、あれ限定構築です。そう、限定構築やからなんで使うことはあんまりないのかなっていう感じ。やっぱショックとかって寒いよね、ちょっと。あんまないに。まず、何でしたっけ、強度、強度対処理。確かに小さいからね、別に。アタック。2点。14。終わり。2枚、上級。中華、はい。はい、強い。はい、どうぞ。そうです。オッケー。あれや出ました。66でしょ。44万しか、そうだ、パリだ。強い、カッキーピー。はい、12。いいね。間違ったドローをかわしていく。で、1枚を返して1枚乗っけて、はい、どうします。はい、ナイフあったらもうやりたいことだな。思考書、これはこちらの手札を見て、1枚土地でないカードを下げて情報1。情報もついてるから究極的には無駄にならないはずです。土地しかない。では情報1して、おお、じゃあカード枚数ゲット。上で、はい、ゴール戦、はい、投げちゃうんですね。12 12対12。はい、とっても重要なカード引いた。これこれはね、ちょっと差がありますね。はい、というわけでお送りしたハルヤコンバットいかがでしたでしょうか。はい、斉藤さんどうすか。ハオクロ強いね。プロツアーもこれで出ようかなみたいな。なんかメタゲームができたと当然そのカードいじった方がいいわ、いじった方がいいと思うけど、協調艦隊の毒殺者、これにびっくりした。いや、しかも全く予想されてないってのがいいですよね、うん、今これを考えながら戦闘する人はまあいないと思うので、うんうんうん。
まあ、このタイミングでこのカードに気づいて着眼点がすごすぎますよ、ね、すごいね、すっかり忘れてました、ね、まあ、他にもちょっと青黒、僕は結構個人的に好きなカードが至高、消去、正気泥棒ってラインも綺麗だし、破滅を支えることこれやっぱやりすぎな気がしますね。これはもうね、除去打たれてもライフスタイルは次の泥に貢献していくし、墓地肥やしていくから隙がない、うん、もうね、これからスタンダードかなり注目のカードじゃないかなと思いますが、僕が使った青赤の方なんですけど、はい、デッキ全体でそのスペルと小粒なクリーチャーなんだけど、そのスペルで強化されるっていう舞台で、まあ、戦うと、ホールの作成とかいっぱいで泥がつながりやすいようにした方がいいかもしれない、うん、はい、最後ちょっと宣伝させていただくんですけども、明日今環境ウイジン戦というもう毎回恒例の大会がありまして、なんと先週聞いたんですけど、参加費がただ、先週聞くまで分からなかった知らなかったちょっと毎回ドラフト練習会っていうやつと被ってて、僕がなかなか参加ができないんですけど、なんと参加するだけで5000ポイントがもらえる、はい、その上にラブニカのギルド1パックももらえる、はい、さらに環境ウイジン戦だけでなく、新スタンダード始まって間もなくなんですが、スタンダード新挑戦者決定戦も10月21日の日曜日控えております。環境結構序盤にやるんだね。いやでも今回もう早速楽しそうなデッキがたくさん出てるので楽しみですね、うん、楽しみですね、はい、はい、いろいろ楽しみなスタンダードなんですが、今回はここまでということで、はい、ご覧いただきありがとうございました。また次回のハリレコンバットでお会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。